今日はですね、このメイクをですね、これすごい可愛かった。おやっちゃう、ご本人目の前にしてご本人でやらせていただきたいと。可愛いじゃん。どう再現できた？うん、皆さんこんにちは。もうね、今日川北はもう舞い上がっております。震えております。もうゲスト、まさかですよ。もうね、声がうわずってます。来てもらいましょう。川口春奈さんです。ゲッツゲッツで来たよ。自分のチャンネルだと、それ俺がやってたのに、やっぱ人のチャンネルに違うでしょ。楽でしょ。テンションかもね。楽ね。お邪魔します。いや、来てくれましたよ。ちゃいました。まさかですよ。もう震えてます今。本当に。いや、やっとっていうかね、気使って、今はーちゃんの一言でこの展開に変わりましたから。いや嬉しいわ。神の声、もう神の手、神の声、神って感じマラドーナ。いや嬉しい、ありがとうね。よろしくお願いいたします。いや本当に頑張ります。今日はもう張り切っていきますから。はい、もうギャグ控えめ、甘さ控えめでいきます。甘さ控えめでね、真剣にメイクをお届けしたいな。もちろんですよ。いきましょう。今日はですね、これは本当ご本人でやるなんて思ったこともなかったんですけど、このメイクをですね、これすごい可愛かった。カジュアルこのメイクをですね、ちょっと皆さんに、お、やっちゃう、ご本人目の前にしてご本人でやらせていただきたいと思っております。ね、これをもう5点を消す。もうここまではもうほぼほぼ一緒です。もうこれだけは綺麗です。ちょっと、ほら綺麗、ツヤツヤで色補正もできます。おー、いい顔。クマのところですね、うん、クマのところちょっとちょんちょんとオレンジを足していきましょう。こんなもんなの。そんなもん。綺麗でしょ。顔めちゃくちゃ小さいんですよ、ね、顔は小さいんですけど、影を作った方がさらに小さくなるんで、シュッて引いて、うん、さっきファンデーション塗らなかったけど、さっ、うん、ね、うん、でこれを動かす。少し顔に立体感を持たせていく、ね、横側もシャープに綺麗に見えてくる。そうです、そうです、そうです。はい。で、熱くならないから、重たい感じにならないんで、シェーディングって考えると、少ししっかりゴリゴリのメイクかなって思うんだけど、少し影をちょっとうっすらつけるぞみたいな感じ、うん、ですると、さらにパンと小顔になる、うん。見てください、これ、この大きさ。ちょっとこれ聞くわ。これがいいです、うん。で、あとは俺ね、よく入れるのはここ、顎下、ぐーっとここ入れる。ここにはもう必ず、もうスケジュールですよ。ユースケのスケが入る。常に川北とそばにいる。川北があなたのそばにいますよっていう。なるほどね。うん。ちょっと気持ち悪いです、ね。はい。こうやると、ほら、ガンと締まるんですよ。確かに、あの、なんていうんだろう。アゴライン綺麗でしょ。くっきり、くっきり、よりくっきり見える。そう。首まで日焼け止めとか塗ると思うから、全体的にこう白くなっちゃうと横の輪郭がちょっとボケたりするので、うん、それをねグッと出すんですよ、うん、これで、あとは気になるところパウダートン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 、うん、こんな感じですよ。ドドーン、簡単、誰でもできちゃう。このね細かいね、あの話はですね、はーちゃんのチャンネルで、はい、ぜひ出ていただいて、うん、してるので、ぜひそこをもう一回復習いただければ、はい、簡単にできると思います、うん、ね、あのはーちゃんメイクほとんどしないはーちゃんのせいできました。赤みのあるシャドウをうっすら入れます。ほんのり少し赤みのあるシャドウですね、はい、ちょっと入れていきましょう。これクリームです。バーッと上までグラデーションさせていきます。ほい、少し赤みのあるブラウン系のアイシャドウですね。まあ、赤みちょっと強めかな、これは。
はい、かわいい。怖いでしょ、うん、はい、こういう色を使ってます、ね、少し赤系のまた同じくすんだ系の赤っぽいアイシャドウですね、うん、一回手に取ってパウダーですねを広げていきます。バーッと広げます。このままグラデーション、これはあのカジュアルというよりも、まあ、カジュアルなんですけど少し色をピタッと引くさせたいっていうのがあって、はい、パウダーのアイシャドウを使います。こういう感じの色ですね、ブルドっぽいの。そうそうそう、少しブルド系です。赤みが深いですね。かわいい。そうそう、こんな感じだったね。ね、なんかこうバーンと赤ですじゃなくて、なんとなくほんのり赤みがあるかなっていうようなアイシャドウの色からすると色っぽいかなと。今日のこのグレーの服もすごい合ってるでしょ。かわいいぜ。よし。なんやねんそれ。それめちゃくちゃかわいいやんか。さすがよ。で、今度はちょっとボルドーの今度ライナー、少しもう少し青みのあるやつですね。を入れていきます。これ。カラーラインですね。これがポイントですから。皆さんカラーラインってやるのかな。いや結構好きよ。好きよね。あとマスカラとかね。あ、カラーマスカラ、うん、そんなに思ってること、例えばボルドーとかもそんな思ってること赤赤してないから、うん、そうなんポイントで夏っぽい。このまま細く入れていく。うわ、かわいい。かわいいでしょ、うん、かわいい。色もすごくマッチングしてるでしょ。いいね、そんな主張もしてないし、そうなのそうなの、変に悪く悪目立ちもしないんですごく馴染んでくれるし、意外にこう使いやすい色なので、このまま少し細く気持ちを入れて、気持ちを細く入れていく感じで進めていってください。この時は結構目尻だけだと思ったけど、そう、目尻をあの一番強調させるように入れたんだけど全体に入ってます。本当だ、うん、どうやさ、うわね、でさらに目尻をもっと強調させたいぞって時はここから少しこう太さを出していく、うん、こんな感じ、はい、ちょっとキャット風なんですよ。あ、いい、ほんの1ミリ足しただけなんだけど、やりすぎる、難しいね、これ、ね、そうなの、ひとえ、むずい、うん、なんかボーンと出しすぎると主張が強いし、なんだろう、長すぎるとあれなんだっけみたいなね、そんな感じになってくるから、うん、綺麗だな、ほいほい。で細いブラシとか用意してもらって、このままシュッと変動はね、もう一回ラインを整える、シュッ、はい、どう？かわいい。いいよね。かわいいよ。いやいやいや、よかったよかった。綺麗よこれ。おはーちゃんは眉毛すごいしっかりしてちゃんとあるからほとんど描かなくてもいいんだけど、あの赤みのある人、赤みのあるこうアイシャドウとか入れると、うん、やっぱりちょっと描かないと違和感感じるでしょ、うん、ね。なんで軽く。まず下書き、ワックスタイプのものとかで下書きをする。でこの時はアンダーライン、眉毛のアンダーラインを軽く描いていく。もう本当にうっすらでもいいからアンダーラインをちゃんとまっすぐ取ってますね。ね、これ意外にポイントかもしれない、うん、このラインを眉毛の形通りでちょっとこう足してあげてる、下を、ね、うん、ちょっと違うでしょ、うんうんうん、それからこうね眉山を少し描いてくっきりしますね。なんかそうそうそう、ちょっと下書きするだけでも全然違ってくるでしょ。で赤みブラウンに入ることによって赤みとのマッチングがまたさらに良くなる、ね、黒と赤ってすごい意外にコントラスト高いの、うん、それがなくなる、はい、これだけでどう、うん、全然違う、全然違うね、なんかいいでしょ、うん、赤いシャドウが入ってるんだけど、赤っぽいシャドウが入ってるんだけど、ブラウンが入ってくることで顔に、ね、すごくこの
赤いシャドウがさらにまろやかにブレンドされる感じ、うん、どう全然違うよね、うんうん、眉毛の色をさっき言ったようにブラウンをつけていきたいので、ね、しっかり描いてるんだけど明るくすることで立体感も出て、こう立体感も出て、あとちょっと優しくなる、うんうん、バーンと描きましたじゃなくて、もともとこういう色だっけみたいな感じになるんですけど、形も整えられるので必ずこの眉マスカラして柔らかくなるね。そう、色調整もできるでしょ、これちょっと柔らかくなる、うん、少し寄せます、うんうん、ちょっと寄せます、顔を中心にちょっとだけしていく、少し寄せて中心側にしていくとさらにバランスが取れる、目尻でボーンと離して外に持っていってるの、内に少し寄せる感じ、うん、寄ったでしょ、うんうん、もうこんな感じ、なんとでもなるのに、なんとでもなる、もうちょっと描くだけで全然印象変わるから、本当、うん、なんか私の眉毛はここから変わらないと思ってる人がいたら、ぜひぜひ1ミリ足したいとか1ミリラインの下に描くとかやってもらえたら全然印象変わったでしょ、うん、あと、ね、このボルドーの感じにシャー系がブラウンもすごいあってでしょ、黒とやっぱちょっとコントラストが強かったなと思って、うん、それがちょっとまろやかに変わったと思って、全体のバランスもピッと揃ってきたと思います。めちゃくちゃいいじゃないですか。ピンクベージュ。ピンクベージュ、うん。ここでもちろんブラウンのリップでも合うんだけど、このグレイッシュトーン、洋服のグレーに合わせて、少しピンクベージュ系の色が出てきます。で、アイメイクとのマッチングがいいと思います。うん、かわいい。どう？かわいいじゃない。いいでしょ？で、少し茶色みというか赤みがちょっと欲しくなるのね、青でくっとこの間が青と青が入ってくるとね、グレーでしょ、で顔色がちょっと悪く見えるから、だったらちょっとチーク足そうぜと、ほんの少しかでチークを出してみると、ほんのちょっとです、うんうんうん、分かる、もうあるあ、そうそうそう、いい感じ、あないかなぐらいの感じ、女っぽくなりますね。ええー、な。だいぶいいんちゃうかこれ。いいよ。うん。で、あとハイライトで、この周りを少しぼかして。クリームのハイライトね。で、ツヤをちょっと出してあげる。はい、オッケー。ワックスとかオイルとか塗って、もうこのまま一回オールバックにして、全体にワックスをパッとつけて、ね、ベタッとさせるみたいになって、うん、でもはや、そうで前髪は今ね根元に当たってないのね、当てないでちょっとつまむの、うん、こう根元からベタッとつけるとするとすぐ潰れてきちゃうから、こうやって軽くこうつまんでいってあげるとそんなに重たくならずに1日持つと思います。ちょっと束感を出すってこと、うん、そうそうそう、ワックス取って指でちょん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 とか、こう欲張って根元からつけると失敗します。これ本当に繊細にこうつまんでいく中間毛先やっていくとすごい、すごいかわいいじゃん。どう再現できた、うん、いいね、綺麗だよこれ、根元がやっぱいいでしょ、赤っぽいの可愛い、うん、このままもちろん囲んでもいいんだけど、なんかカジュアルに行きたいなっていうんだったら、うん、なんかこれぐらいでいいかなと思って、うん、上のラインがバーンと効いてくるから、ここですね、うん、そうそうそう、その遅れ毛、こういうのね、遅れ毛、こういうのがあるのじゃないのに違う、全然違ってくる雰囲気がね、なんかこうちょっとこう海外の感じが、うん、匂いがしない、素晴らしい、いや嬉しい、ありがとうございます、もうこんな感じです、皆さんぜひ真似してみてください、母ちゃんのメイクやってみて、うん、色っぽいです、うん、綺麗、ありがとう、ではまたまた来てくれると思います、僕もあの母ちゃんのチャンネルにまたお邪魔勝手にしたいと思っております、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています、ぜひ
チャンネル登録よろしくお願いします。I love you.